ノックスビルは、アメリカ海軍の紹介フリゲート、タコマ級フリゲートの一隻。艦名は、テネシー州、ノックスビルにちなむ。ノックスビルは、海人委任契約の元1943年4月15日に、ウィスコンシン州、スター・ジョンベイのリーサ・サン・ディ・ースミスシップビルディング社で、寄港した。1943年7月10日に、セシリア・ダニエルによって、命名、水し、 1944年4月29日に、艦長 GR レイノールズ沿岸警備隊象佐の指揮下、収益した。バミューダ沖での成長後、ノックスビルは11月16日に、バージニア州ノーフォークに到着、短期の訓練艦任務に就く。12月11日にノーフォークを出港し、北アフリカに向かう、アックス63戦団を、護衛、12月28日に、 アルジェリアのオランに到着した。キロ・ノックス・ビルは、ジブラルタル海峡で当時連合軍艦艇を苦しめていた有ボートの探索を行い、ボストンには1945年1月20日に到着した。1945年初頭の数ヶ月間、ノックス・ビルは敵潜水艦の出没する大西洋において、戦断越任務に従事し、しばしば対戦紹介任務のため派遣された。 アゾレス諸島への最後の航海の後、ノックスビルは6月1日にフィラデルフィアに到着、気象観測艦としての改修が行われた。ノックスビルは6月17日にフィラデルフィアを出港し、2週間後にニューファンドランド島沖で航空会場救難任務及び気象ステーション任務に着いた。10ヶ月間任務に従事し、西大西洋での航空作戦支援及び、 海上運行のための気象観測を行う。任務を完了すると、ノックスビルはサウスカロライナ州チャールストンに帰還し、同地で1946年6月13日に退役、1947年9月22日にドミニカ共和国へ売却された。ノックスビルはドミニカ海軍でカピタンヘネラルサンタナとして収益した。 その後1979年にスクラップとして廃棄された。ありがとうございます。